こんにちは。今日は交換していこうと思います。どういうことかと申しますと、普通に、このボックスがあるんですけど、僕の、ワンボックス分ミラクル交換したらどんなポケモンがもらえるのかなってただただ疑問に思っただけなんで、それをねちょっと撮影しながらやっていこうかなと思います。ちなみに交換なんですけど、交換は全部ミラクル交換でやっていこうと思います。そうですね。じゃあこのボックス1をとりあえず1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、30匹いますね。じゃあこのボックス1丸々ちょっとミラクル効果に出してみようと思います。ゴー！はい、記念すべき1回目なんですけど、これどこでもらったの？このカラミンゴでやっていこうと思います。さあ、色違いないしは、もうちょっとあわよくばおしゃぼの深余りとか、そういうの狙っていきたいですね。お、早い！こんなに早いの？何が来るんだ？一体何が来るというんだ？記念すべき第1回目。さあ、うちのカラミンゴちゃんを、ミキさん、何をくれるんだい？さあ、にゃおは！いきなりこんなのもらえるの？深余りとか？ミキさんありがとうございます。さあ、ちょっと見ていきましょうか、1回目なんで。新緑、個体値は？性格も揃ってないし、普通に孵化させたみたいな感じか。でも図鑑埋めとかね、まだの人とかは、ニャオハは助かるんじゃないですか？いきなり、なんか、俺もっとなんか、むちゃくちゃなさ、それこそこのボックス1にいるようなやつらが送られてくると思ったんですけど。さあ、2匹目。でもなんかこのミラクル交換をさ、連続でさ、早い！ 5 回、うん？これ何回目だっけ？ 5 回目か。このミラクル交換を立て続けにあのポケモンを選べれるようになったのはいいことだよね。前は一回一回やんないといけなかったくないっけ？パイザン？なんて読むのこれ。中国の人。パイザンでいいのかな？パイザンさん。おー、ゴーっすね。はい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 。ありがとうございます。金玉？なんて読むのこれ。誰か読み方教えてください、コメントで。何これ？金玉？ありがとうございます。さあ、7回目。うちのモンキーを。ジャンさんにあげようか。モンキーマンキーチンキー。さあ、ハイパーボールの人影、マジで人影普通に嬉しいんだけど、しかも日本産なんだけど。これ絶対横流ししたよな。図鑑登録まだだもんね。人影ありがとうございます。人影普通に嬉しくない？さあ、8回目かな、これ。パーピーモッチをモフィンさんへ送ります。可愛く育ててあげてください。うちのワンちゃんを。おー！マジ？普通に嬉しいっちゃけど。チオハウハネか。しかもモンボじゃん。全然嬉しい、普通に。ありがとう。これは普通に嬉しいわ。俺、バイオレットだしね。ありがとうございます。いいね。個人的にさ、おしゃぼっていう概念あるじゃん。あの、岩鉄ボールの類がさ。普通にフレンドリーショップで買えるモンスターボールだと、僕個人的にモンスターボールかゴージャスボールが好きなんで、これ全然めっちゃ嬉しいですね。これ何回目だっけ？ 8 回目？ 9 回目？6
6回やって7、2段目の3回目だから、9回目だ。 OK。 9回目。レッツゴー。結構いいの来るね、でも。今のところ3回に1回は来てるよ。さあ、羽根っこ送っていきます。さあ、おー！おげーた。全然嬉しい。ありがとうございます。しかも海外産だ。いいね、いいね。はい、10回目なんですけど。10回目ってことは、3分の1か。お、ダイブボールの、なんだっけこれ、シャリ立つか。普通に嬉しい。ありがとうございます。しかも外国産だ。いいね。外国ネームでスシーとかだったら面白かったんだけどね。そういう面白くない冗談を置いといて。さあ、11回目。うちのペリッパーちゃんをコアちゃんへ送っていきますよと、バチッと。バチバチバチッとね、モンスターボールのヤドランがやってきた。いいね。なんちゅう名前しとんねんこれ。ありがとうございます。翻訳求む。しかも草テラスタルってことはあれか、レイドで捕まえたってことか。これは横流しですね。さあ12回目。さあ14回目です。もうそろそろ折り返しか。さあ暇ナッツを、すいません名前見るの忘れた。クイックボールの張り手山鉄のカイナがやってくるよと、ありがとうございます。意外となんかこういうさ、アイロンハンズ名前初めて見たけど、海外ネームでアイロンハンズっていうの。ありがとうございます。さあ28回目、もうあと2回となってきました。B クイーンをニャンニャンさんに送っていきます。さあ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 、ニャオハ、中国ネームのニャオハちょっと欲しいかも。おー、進化の猫来ました。いただきました、ありがとうございます。さあ29回目、もう残りラスト2回目の29回目。うちの三つ葉兄ちゃんは送りつけてやってきたのはクイックボールに入った不安定。不安定もね、あれだもんね、バイオレットじゃない、スカーレット限定のポケモンだから、ありがとうございます。ついにやってきました、30回目。やっぱ30回目のラストはもうこのあばれる君で締めるしかないでしょう。本当は手放したくないんですけど、いけるか。いや、行くしかねえ。ラストです、行ってこいあばれる君。さあ最後を飾るのは30回目あばれる君のリグダでございます。さあ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 、ダイブボールに入ったラブカスがやってきた。ありがとうございます。パンピクさん、ラブカス。ゲットレチュー。
はい、一通り30回交換してみたんですけど、個人的な感想としては、なんかこのニャオハ結局4回か、ニャオハ4回のホゲータ1回、クワッス1回、6回に1回は御三家ポケモンが来てるもんね。ね、それこそ人影も1回来ましたし、なんか僕が思ってたミラクル交換って、やっぱあの初期村のあのね、黒豚がいっぱい送られてくるのかなと思ったけど、全然なんか図鑑埋めまだの人はこれやれるんじゃないでしょうか。ね、古代種だったり未来種のポケモンもね、2匹だけど、15回に1回ぐらいのレベルで送られてきてるんで、で、まあ他にもコレクレだったりだとかね、意外となんかちゃんとしたポケモンって言ったら失礼かもしれないですけど、来るんだなって思いました。個人的にね、一番嬉しかったのはこのあの中国産のニャオハね。なんかザシアンもそうだったけど、あの総教みたいにさ、なんか中国ネームのポケモンって味があっていいんだよね、個人的に好きでさ。あ、鉄の包みも届いてたわ。意外とミラクル交換やる価値あるんだなって思いました。ちょっと色違いまで粘ってみたい気はあるんだけど、このまま粘っちゃうと僕が寝落ちしそうなんで、まあ今回はこの辺にやっときます。しときます。ミラクル交換、もう図鑑埋め終わってない人は、もうぜひね、ミラクル交換でバンバン交換すると終わるんじゃないかな。それこそ1週間ぐらいかけたらさ、終わりそうな気がするよね。まあそんな感じでもう大満足ですね。なんかニャオハがいっぱい来たみたいなイメージなんかしまんねえな、なんかもう色違い欲しかったなっていうね、見てる人もいるかもしれないけどね、僕もそういう気持ちです。はい、また機会があったらちょっと色違いチャレンジをねやってみようと思います。それではまた皆さん会いましょう。今度は色違いをやってるかもしれません。じゃあ、バイバイ。